衛隊は国民の命と暮らしを守るために一瞬たりとも緊張感を途切れさせることなく厳しい職務に日々取り組んでいます。我が国を取り巻く安全保障環境はこれまでにないスピードで大きな動きを見せています。国家安全保障戦略、防衛大綱、中期防衛力整備計画の改定を指示いたしました。いわゆる敵基地攻撃能力の保有も含めてあらゆる選択肢を排除せず検討し、必要な防衛力を強化してまいります。今後も国民を守るためそれぞれの持ち場で任務に全身全霊を捧げることを強く期待いたします。